第ゼロ師団審判の羽根か。貴様何者だ。椿、なぜ私がここに来たかお分かりですね、ジンニ様。椿、舞台に配属されていたとは聞いていたが、よもや審判の羽根とはな。いや、らしいといえばらしいか。それはともかく、お前が今手にしているものが何なのか分かっているのか。術式兵装、いざ酔いです。そうだ、それは使用者の光を奪うと言われる忌まわしき封印兵装だ。まさかすでに。ジン兄様、心配してくださっているのですか。はぐらかすな椿。なぜそんなものを。まだ時間はあります。それに光を奪われようと心の真実は消えません。私は私の気持ちに従い行動しているのです。真実だ。この虚構と欺瞞だらけの世界の真実ごとき何の意味がある。ジン兄様は嘘がお嫌いでしたよね。ああ大嫌いだ。信頼、愛情、敬意、妬、そねみ、全て嘘が生んだフィクション。真に存在するのは生と死のみだけど、それでは嘘をつく者の悲しみには気づけません。何だと。お願いですから統制機構にお戻りください。ジン兄様、さもないと私は。断る。僕は行かなければならない。どうしても。そうだ、どうしてもだ。私はジン兄様を殺したくありません。ザレ事、お前ごときの腕で僕を倒せるとでも。そのためのいざ酔いです、ジン兄様。私の手で裁いて差し上げます。